バンライフジャパンリサコと大輝です。夫婦で車生活を続けて2年が経ちました。この暮らしを始めたきっかけは失業。ある日急に仕事がなくなって、その反動で車生活をスタート。何の準備もせずに始めた2年前を振り返りながら、今日は車生活のお金事情をお話ししていこうと思います。車生活はお金がかかるのか、それは暮らし方や優先順位で大きく変動してくるところです。実際バンライフをしている知り合いの生活費を聞いてみると、かなりばらつきがありました。私たち自身も2年前と今ではお金事情も随分変化してきました。今回は私たちの車生活での生活費の変化を紹介していきます。まずお金の話をすると、大体突っ込まれる意見として、住民税はどうしているのか、税金は、年金は、保険料は払ってないんじゃないのと言われるんですが、そこは大前提としてみんなと変わりないです。少し違うのが、仕事はすべてオンラインで、確定申告は郵送、各種支払いの納付書を最寄りの郵便局止めで受け取って支払うという感じです。この方法で問題なく支払うことができています。公園長だって。ロケ山じゃない、あれ、うお、長浜駅らしいです。長浜駅だって。本当だと思いますけど、結構空いてるね。それでは固定費から見ていきます。まず必ずかかる費用として車のローンです。これはまあ家に住む家賃代わりのような感覚で払っているので、なんか家賃より安くてお得だなという感覚があったりもします。次に車関係で言うと整備費、これは主にオイル交換で半年に1回のペースで約5000円、車の保険は月に3700円、ガソリン代が平均15000円、その他駐車場代など。ガソリン代がめちゃくちゃかかるんじゃないかと言われたりもしますが、ここは結構個人差があると思います。私たちは暮らしと仕事がメインなので、少しずつ移動しています。特に沖縄にいる時なんて移動距離はめちゃくちゃ少ないので、ガソリン代が1ヶ月5000円くらいの時もありました。反対に北海道は1ヶ月で15000円くらいひたすら移動していた記憶があります。その他仕事に関するサブスク代がかかっていて、 Amazon プライムとか音楽サービス、エピデミックサウンド、 Zoom、 フリー会計などで5000円。このチャンネルではリアルな車生活の情報を出していくので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をしてご覧ください。黒カフェすぐだね。すぐ徒歩3分。おう、よし。横丁って書いてある。横丁横丁だね。おう、豊臣秀吉だってやつ。うん、なるほどね。続いて変動費です。食費が3万円、外食費は1万円、電気代0円、水道代の代わりにシャワー代が6000円から8000円、ガス代は0円。その代わりカセットコンロを使っているので、スプレー缶月に3本消費して約300円。通信費が8000円。
日用品はティッシュ、重曹、ラップ、漂白剤などで1000円。被服費はほとんど買わないので月平均500円。YouTube やインスタの活動のおかげで提供されるので助かっています。美容費も平均すると月に2000円。大輝くんは髪をセルフカットしているので0円です。大体のお金はこのくらいです。この暮らしを始めた当初、お金も仕事もなく、ひたすら仕事だけを二人でし続けた日々がありましたが、その頃の生活費というと、ガソリン代や食費、シャワー代などの生活費で、二人で総額6万円ほどだった頃がありました。あの頃は何の疑いもなく、ただ黙々と仕事に励んでいて、でも、なんだか好きな場所で毎日仕事できていて、満足していたような感覚を覚えています。最近変わったことといえば、二人の収入が上がって安定してきたので、観光できるようになったことです。以前は時間的なゆとり、金銭的なゆとりがなくて、仕事最優先で生活してきたので、ゆっくり観光したりとか、ゆっくり誰かと会うということがなかなかできませんでした。2年経ってようやく夫婦で普通に観光する日ができて、ああ楽しいなーって思ったり、あ、観光してるっていう感じることが逆に今の私たちにとっては新鮮で嬉しいです。それから最初の頃、2、3日に1回のシャワー生活だったのが温泉に入れるようになったり、漫画喫茶やスーパー銭湯でゆっくり過ごす日も作れるようになりました。みんなからしたらすごく当たり前かもしれないけど、そういう進歩が素直に嬉しいです。金銭面でこの2年大きく変わったのは、貯金ができるようになったことで、お金の貯め方や今後を考えられるようになったこと。最近はお金についても積極的に学び、イデコやニーサにも挑戦できるようになった。来ました。クロソフトです。始まるよ。じゃーん。おー。すごいぜ。食べるね。うん。いただきます。おいしいね。おいしい。すごい好きだな。やめるのか。美味しい。唇が黒くなりましたよ。怖い。1ヶ月の生活費の総額は、車の維持費を除けば夫婦でだいたい10万円もあれば、ある程度不自由なく自由気ままな旅ができると思います。でも温泉に毎日入ったり、外食や観光の多い旅なら倍くらいにもなると思います。そうなったら生活費は安くないので、家に住んだ方がいいじゃんってたまに言われます。そうです、基本的には普通の生活がいいと思います。私たちはこの生活を進めているわけではありません。でも生活に旅という日常がついてくるのはものすごく大きなメリット。撮影やイベント出演の依頼があった時、現場にすぐに行くこともできます。この前久しぶりに実家に戻って、家で暮らすということを久しぶりにしてみたら、一日一日のスピード感覚が全く違うことに気がついた。毎日旅をしていると必ず進んでいかなければいけない、そんな旅の日常が私たちを急速に成長させてくれたように思います。そして今まででは出会うことのない方たちと出会うこともできました。一人だけの気ままなバンライフもできます。大輝くんは10年前、一人でシンプルなバンライフを経験しています。いろんな車生活が可能だということが分かってきました。そんな中で一つ言えることは、この生活のために物を必要なものだけに厳選したことで、やりたいことが明確になって暮らしがシンプルになりました。金のわらじを履くと寿司ガイドの旅人になれるでしょうって書いてある。じゃあ履きますよ。出世します。
どう？楽しい。バンライフの車です。撮ったらです。いいじゃん。ガキがあるね。やってみたい。ああいいよ。私好きだもん。分かった分かった。分かった。買っていいから。どれにしようかな。それではもう醤油でしょう。キッチンもあるんじゃない。なぜか仮面ライダーがいます。面白かったね。面白かった。なかなかいろんなお店があってよかったね、うん。じゃあ今から快活クラブに行くからね。おい、行きましょう。行きましょう。近いな。近いです。6分ね、はい。今回も最後までご視聴ありがとうございました。車生活のお金事情で困ったこと、知りたいことがあればお気軽にコメントください。これからも夫婦2人で車生活をする旅の様子や実際の旅や暮らしで役立つ情報をお届けしていきます。